Oi, gente, boa tarde, como vai? Tudo bem? Então, vamos começar a nossa quinta aula do Q4, estudando a segunda parte da décima terceira lição. Hoje vamos estudar o poema de Águas de Março. Então, vamos lá. Então, detalhadamente, nós vamos hoje estudar o imperfeito do subjuntivo e vamos estudar parte a parte das águas de março. E esta canção é cantada por Elis e Jobim, Elis Regina e Tom Jobim. É bastante antiga, é de 1974, é da época da.

ということで、不規則同士の、えー、接続法、過去をやっていきますね。はい、接続法って未来があったり、過去があったりですね、あのちょっとややこしいんですけどね。でもあの、どうしてそんなに違いがあるのかっていうのを今日しっかり見ていきますね。そして、えー、後半はですね、アグアシマルスというこの,あの詩のですね、えー、まあ いろいろなそういうあの解説を行っていきますね。はい、ということで始めていきましょう。一目、インパルフェイトドスブジェンティーヴォドスバーブスイレギュラーです。えー、規則同士はね、もう皆さん先週やってるので、今度は接続法の過去の作り方ですね。えー、不規則同士の場合、どうなるかっていうのをやります。で、えー、 一応ですね、この接続法未来というのは、あのまあ、一人称を利用して、ですねあの接続詞をつけて、そしてあの表現するんですよねで。どういう接続詞があるかというと、あの主にですね K とか C とかが多いですね。はい、まだそのほかにいろいろあるんですけども、そういうのも後で見ていきますね。それプラス、a o 2 a l n o r s w a s e l e s というこの主格認証代名詞ですね。 プラス動詞になります。で、例えばですね、えー、接続法の未来、皆さんも習ってますよね。例えば、サベールだったら、ソベールでしたよね。覚えてますかで、ファゼールはですね、えー、接続法の未来はフィゼールなんですね。で、ウィルというのは、来るという動詞はですね、えー、接続法の未来はウィエールなんです。ということで、 接続法の未来が思い出せた人たちは素晴らしいです。えー、それにですね、あの規則同士の時の接続法、過去の、えー、活用、あれを思い出していただければ、それを組み合わせればいいです。例えばですね、こんな例文があります。 このソベセというのは、このソベルというね。はい、接続法の未来の形ですよね。それにセセセ、せせせのあのせをくっつけていくんです。だから、せをソベシアンチスイリア。だから、えー、前もって知っていたなら、言ったのにイリア。これはですね。 えー、過去未来の形になります。だから接続、接続法過去は、こちらにつながるメイン同士が過去形になるんですね。はい。完全過去か、不完全過去か、いろいろな過去形があるんですけど、とにかく過去形を、ここに伴うものには、接続法の未来を組み合わせます。いいですか前に分かってたらいい。 なのにっていう感じで、すよね、はい、でこれはですね、もしあの接続法の未来を使っている場合ね、どういう時に接続法の未来を使うのかって言ったら、こっちのメイン同士がですね、あの現在形か未来形になっている場合なんです。過去形じゃないですよ。いいですね。でこっちはね過去 過去未来なんですね。未来形なんだけども、過去がつくので、はい。こちらの接続法も過去を使うんです。だから、この接続法未来を使った組み合わせ見てみましょう。セオソランチス、イ前に、前もって分かれば、行くでしょう。何々でしょうって覚えてますかあれ未来形ですよね。明日は雨でしょうとかね。 明日は晴天でしょうとかって言いますよね。あれですよ。ということで、seu s b e r a n t e s はい。そんな感じです。前に分かっていれば、前もって分かれば、行くでしょう。じゃあ、もう一つの、ね、例文見てみましょうね。ロ「wocê queria que eu fosse primeiro? はい。の「fosse」というのもね、 専門なんですけどこれもね不規則動詞で行くという動詞ね、えー、B 動詞とあと ToGo と両方使われるんですよねでこの場合は行くという動詞の意味で使われています f o r c e ォースフォースフォースフォースモスフォー force ですよねでこのフォースはどうやって作るかっていったら接続法の未来覚えてますか せよ、so, for, for is for, for m、no, s for i s foren. の r を取っ払っちゃって、せいせせせせせせいも使う。ws ということで、これ、過去接続、so、の過去ですよね。ということは、こちらのメイン動詞もですね、過去形を使ってます。「queria que eu fosse primeiro?」ということで、あなたは私に先に行ってほしかったの もう過去形ですよ。で、それは、あの、まあ、そういうふうにならなかった、そういう、あの、もう結果なんですけどね。私は、あなた、あなたは私に先に行ってほしかったのだけど私は後で、後から行ったりしようみたいな感じなんですけどね。なんか、ここは、あの、ケリアなので、えー、不完全過去、ケレールの不完全過去なんです。 完全確保だろうと、不完全確保だろうと、とにかくこのメイン動詞が確保形だったら、接続法も確保形を使うんですよね。接続法の確保形っていうのは、WS の生成せいもせいですよね。はい、じゃあ、これはですね、現在形だったらどうなるかしら。Você けっけおばっぷみえろはい。という感じでですね。この va というのは、 第14課で出てくるんですけれども、接続法のです、ね、現在なんです。現在のくせに、一番最後に、ね、あの出してきて申し訳ないんですけれどもあの、まあ、一番使い勝手がいいのから先に消化してるわけなんですよね。接続法の未来を皆さんに紹介して、その次、接続法、過去が今日ですね。で、えー、来週が今度は接続法の現在になります。 ということで、ここの接続法、現在まだ習ってないんですけど、っていうことなんですけどね。いやいや、皆さんもうね、使ってるんですよ。接続法の現在の3人称というのは、命令形の形でも皆さんもガンガン使ってます。ですので、全然見たことありませんとは言わせません。ということで、ボセルプリメーあなたは私に先に行ってほしいの こっちは、あなたは私に先に行って欲しかったの欲しかったこっちは欲しいのはい、この違い分かりますよね。こっちは加工形。こっちは現在形。もしくはですねあの、未来形を使ってもいいんですけど。ということで。必ず形がつくんですよね。 私に先に行ってほしいの、この場というのはね、行きなさいっていう意味ですよね。命令形。で、この命令形の作り方は、接続法現在の三人称を使うということです。または一人称も三人称と同じ形なので、一人称でも大丈夫です。はい。こういったことをね、あの今日は学んでいきます。詳しく。 そして、えー、その後半はですね、トム・ショビンとエイリス・ヘジーナが2人でコラボして歌っている1974年のですね、アーグアスチ・マルソ。これを聴いていくんですね。でこちらはあの皆様がクリックすれば、この,あのサイトに飛べると思うんですよね。で飛べたら聴いてみてください。アーグアスチ・マルソというこのタイトルの歌をですね、クリックして聴いてみてくださいね。 はい、ここでそれをクリックしてやっちゃうとあの著作権違反になっちゃうのでね、はい。ではですね、一部の方をやっていきましょう。不規則同士の接続法過去の作り方、はい。これはどういう風にやるかといったらね、接続法の未来、覚えてますよね、未来。未来の一人称または3人称から。 o a i の r を取って、取っ払っちゃいます。そして、ws のね、せ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 、も、せいせんをつけます。皆さんでどうぞ、せ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 、も、せいせん。あの、せ、せ、せ、の、よいよいよみたいな感じで、せ、せ、せって感じでしょ。せ、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 も、せいせん。覚えました これが接続法、過去の形です。はい。ということで、or, air, e r の r を取っ払います。例えばね、これ接続法未来。sale と e r ルの接続法未来覚えてますか s a フォ for もし私が行ったならとか、もし私だったらですね。s ルも e r も同じ形だからね。 で、エスタールは、シエウエスチュベル。もし私がいたなら。はい。で、テールは、シエウチュベル。もし私があったなら。えー、日本語ってね、あの、結構、過去のような形で、あの、この、なんていうのかな、えー、接続を未来を訳しちゃうんですけれども、 えーまあ、接続法過去というのもポルトガル語にあるんですよねで、えー。どういうふうに違うかといったら、組み合わせるメイン同士が過去形か現在形かで変わってきます。よろしいですかねはい、じゃあ接続法過去を見ていきたいと思います。この CO4 の R を取っ払いましてですね、せっせっせっせもせいせとなります。 で接続法というのは必ずこの接続詞がこの何、えー、て言うのかな主語の前につきます。まあ、主語はね主覚認証代名詞というものというふうに呼ばれるんですけどもこれが固有名詞でもいいわけですよね。虫マリアとかね、太郎さんとかね、あとあの彼らの代わりにお父さんたちとか。 はい、男の子たちとかね、いろいろできますんでね。必ずせまたは違う接続法接続詞もあるんですけど、今回はね、この条件ということで、せを入れてます。では皆さんでどうぞ。セオフォ s s e トフォ o s セ e フォで f セノ s e せのす fosse も、せぼす f o s ス e せいでそ必ずね、のスとボスのあのところに、 アクセント記号がつきます。フォーセモス・フォーセイス。必ずアクセント記号を載せてくださいね。このアクセント記号が載っかってないと、どういうふうにあのブラジル人が感じるかということなんですけども、まあ、教育を受けてない方は何も感じないんですけども、一応学校行って、しっかりとね、聖書法を習ってきた人たちというのはあの、私たち日本人がですね、 え漢字の,あの語字とかって見ると、えー、これ点が一個足りないじゃないとか、ああこれ跳ねてないとかあるじゃないですか。ああいうフィーリングになるのかな。そんな感じですよ。ですので、ノースとボースの場合はですね、全部、えー、こっちもそうですけど、あのアクセント記号乗っかりますので忘れないようにお願いしますね。 ということで、えーこれは、これはですね、もし私が言ったなら、もし君が言ったなら、もし彼が言ったなら、えー、もし僕たちが言ったなら、これはスキップ。もし彼らが言ったならということになります。では、今度はね、エスタールですね。R 同士の場合なんですけどもね、エスタールはですね、はい、えー、接続法の未来が、 エスチベールなんです覚えてますか覚えてました。Stiver ですよ。よ Star 使わないですよ。s e u estiver。もし私がいたなら、これは未来形で使ってます。接続を未来。で、接続法過去はですね、この R を取っ払いましてですね、せ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 もせイせもくっつけます。では皆さんでどうぞ。Seu estivesse、せと estivesse、せいれ estivesse。 せのすてぃすも、せぼせぃすてぃすてぃいいですか。せよ estivesse というふうにたどたどしく言わないでね。せよ e s t i v s s e せよ e s t i v s s e せよ、せよ、せよ estivesse。いですか。もし私がいたなら、もし君がいたなら、もし彼がいたなら、もしぼたちがいたなら、スキップ もし彼らがいたならですよ。では、テールとやってみましょうね。テールはエスチベールの S を取った形ですのでね。セオチベール。もし僕が持っていたなら、もし私が持っていたなら、という。持っているというね、どうするあるとかね、持ってるとか。所有しているっていう意味ですよね、これ。で、 テールのアロートテセセセセモセセテくっつけたらそれもう間違い。必ず接続法未来の形を思い出して。チベルなので。はい。ここのアロトパラテ、これをベースに使いますよ。では行きます。皆さんでどうぞ。セオチベッセ、セトチベッセ、セリチベッセ、セノスチベッムモセボスチベッセ、セレスチベッセ。 うまく発音できました。はい。もし私が持っていたら、もし君が持っていたら、もし彼が持っていたら、もし私たちが持っていたら、スキップ。もし彼らが持っていたら、大きいですかはい。もっと違う不規則動詞があるので見てみましょう。じゃあ、今度はこちらね、接続法面ラの形から過去形を作るので、まずここに接続法面ラの エオの形がね乗っかってますよ。セオレールハって感じですよね。あーレールは規則動詞と一緒で接続法未来に全然変わらない,ないんですよね。不定形ですよね。そうなんです。もし読んだならですね。でファゼールはするやるって言うんですよね。セオファゼルもし私がやったらビールは来るという動詞ですね。もし私が来たら 死よ、ヴィエ,エル。ヴィエルじゃないですよ。不規則同士なので、接続法未来は A が入ります。ヴィエル。いいですね。で、この,あの赤くなってる R のところにですね、せっせっせっせもせいせんをつけます。さっきも言ってんのに、しつこいね、この先生。そうです。しつこくやってます。ということで、じゃあ皆さんやりましょう。一緒にどうぞ。 せうれし、せとれし、せれれし、せのすれしもせ v o れせせれす。忘れたんじゃないですよ。わざとここは空欄にしてあります。どうなりますかレッセン。これですよね。これをつけてください。もし私が読んだら、もし君が読んだら、もし彼が読んだら、もし私たちが読んだなら、スキップ。 そして、彼らが、もし彼らが読んだなら、よろしいですかはい。じゃあ、今度はですね、ファゼルでやってみましょうね。もし私がやったら、作ったら、したらっていう意味ですね。で、セオファゼル。これは使わないですよ。フィゼルですね。接続法未来を思い出してくださいよ。アーがイに変わってます。フィゼル。このアールのところに、せい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 もせいせい。 きますでは皆さんでどうぞ。どうぞ。Seo fizessi, se tu fizessi, se le fizessi, se nos f i z e s s e できましたこの空欄はい。じゃあ今度はですね、ベルブを言うでやりましょう。こっちはもし作ったら、もししたら、もしやったらですよね。で、こっちはもし来たらですよね。はい。来るというしい。

いう、もし私が言ったなら、死を実践。Z がなくなって、SS になってますね。SS がここになってるんだけど、それにこれがくっつきます。WS が。いいですね。こちらがですね、もし私が言ったなら、こちらはトラゼルなので、死をトローセール。はい、めちゃめちゃ違いますけどね。これ、あの、散々やりましたよね、前に。 ということで、もし私が持ってきたら、もし私が連れてきたらで、こっちのケレールはですね、もし私が欲したなら、もしやりたかったなら、そういう意味になります。死をケレールじゃなくてセオをゼルですね。不規則なのでね、ここが変わっちゃうんですよね。不定形じゃないんですよ。ここね。全部違いますね。不則どうしたか。さっきのレールはね、 あの不規則のくせに規則動詞と一緒でしたね。あれはちょっとお得に、お得な気分だと思います。では、今度はですね、えー、接続法の過去を使っ作っていきます。では、いきましょう。皆さんでどうぞ。せわからないですかこれです。 実践せいす。で、せす。わかんない人、ここ見て。せいえい実践せ赤いところが線になります。いいですね。もし私が言ったら、言うという動詞ですね。喋るのほうの言うですね。もし君が言ったら、もし彼が言ったら、もし僕たちが言ったら、すいわをスキップ。 そして、セールスなんで、もし彼らが言ったら、はい、バレちゃうよ。もしみんなが言ったら、バレちゃうよ。みたいな感じですね。じゃ、今度は、トラゼールの方ですね。これの接続法カーコをやりましょう。シエトロセール、これが接続法未来の形なので、このアールのところをですね。これで、あの、まあ、補充していきます。はい、皆さんでどうぞ。 se trocee se tu trocee se tu a cómo ha llegado chapeado si él es no to ikenai desu. desu. si es se nos trocesemos se vos Ay, quítate el acento que ne trocee si él es trocesen. はい。日本語に訳すと、もし私が持ってきたら、もし君が持ってきたら、もしここエレンにしてね。もし彼が持ってきたら、もし僕たちが持ってきたら、で、これスキップ。で、もし彼らが持ってきたら、というふうになります。または連れてきたらも同じ動詞です。では、このケレールでやりますね。すえをきぜ せをけれいは使わないでくださいね。不規則動詞なので、接続を未来の形を使います。せをきぜ。はということで、R のところがこの赤いのになります。せよ、皆さんでどうぞ。せをきぜし、せときぜし、せと。ここもえれにしてください。せよえれきぜし。せよどすきぜしもせをすきぜせいせれすきぜせん。 よろしいですかもし私がしたかったら、もし君がしたかったら、もし彼がしたかったら、もし私たちがしたかったら、スキップ、もし彼らがしたかったら、そういうふうになります。よろしいですかじゃあ今度はですね、今度はポデールとサベールとヴェールでやっていきますね。いいですかはい。で、 えー、ポデルの接続法未来の形は、すよ、プール。おがうに変わります。もし私ができたなら、でサベルはですね、すよ、そー、ベー。さがそうになります。いいですね。すよ、そー、ベー。これが接続法未来の形。えうだけですよ。で、ヴェルは、 あこちらは、もし私が知ったならですね。でこのベールは、もし私が見たら、セオ・ヴィール。いいですかでこの R の赤いところ、全部このセッセッセッセ,イモセインもセッセン。で、えー、活用すればいいです。皆さんでどうぞ。全部これ空欄じゃないですかね。はい。皆さんの頭でどうぞ。セオプデシ、セトプデシス、セリルプデシ。 せのすぷでせもす、せ v o ぷでせいす、せれすぷでせん。アクセント記号、のすとボスのところに、ね。よろしいですかね絶対忘れないでください。うん、では、これはもし私ができたら、もし君がで,もしができたら、もし彼ができたら、もし僕たちができたら、そしてスキップ、もし彼らができたら、となります。では、今度は、しよそべル これの格好セオソべスですよね。もし私が知ったならですよ。はい、皆さんでどうぞ。セオソべス、セトソベス、シエリソべス、セノソベセモス、セボソベセイス、シエリソベセム。アクセントキゴ、ノストボースのとこね。 えー、日本語にすると私が、もし私が知ったなら、もし君が知ったなら、もし彼が知ったなら、もし私たちが知ったなら、スキップ、もし彼らが知ったなら。よろしいですかじゃあ、この、でるでやりましょう。もし見たら、死を will これが接続法未来です。接続法未来を使って、接続法過去を活用します。 R のところがせせせせ,せもせせになります。もし見たら。じゃあ行きます。皆さんでどうぞ。Se u v i s se tu v i s i s se l e v i s Se nos v i s m o s se vos v i s i s se l v i s よろしいですかもし私が見たら、もし君が見たら、もし彼が見たら、もし私たちが見たら、もしお前たちが見たら、もし,らもし彼らが見たら。 よくこのお前たちのところ、これをねあの、よく使う方いるんですけど、これも今日の今の時代はですね、えー、っと裁判所とあとはあの教会の聖書の中にでしか出てこないので、えー、あの使わないでください。わかりましたかどうしてもこれ使う人いるんですけどね。じゃあ、ここからなくせよってうことなんですけど、えー、っとなくしちゃってる教科書いっぱいあるんですけど、 実はね、これが対応してるのが、この君のと。これの複数形がボスなんですね。だからこれが落ちちゃうと、ちょっと、あのな、何かが足りない。文法的にちょっと、あの、危険になってしまうので、つけたままにしといてください。皆さんわかりましたこの接続,法接続法の過去の作り方。はい。じゃあ、それを使ってですね、 あの練習問題の13.8をやっていきたいと思います。いいですかパーシパーラポートゲイスということで、はい。えー、練習問題の13.8はですねあの、英語になってますよ。英語からの方が簡単なんですよ。ポルトガル語に訳すときに。いいですかということなのでね、皆さんちょっと共有、新しい共有をして、えー、っと、はい。 教科書の方をね、皆さん開いてみてくださいね。接続法過去の活用ということで、今やったのが全部ここに載ってますよね。はい。空欄でわからないっていう人は、これをしっかり見てくださいね。はい。ということで、これを使ってですね、175ページになるんですけど、練習問題の13.8。これですね。はい。これがですね、全部英語になってるんですよね。 I would go to Rio if I could. って感じですね。はい。ということで、あのこれはですね、Se eu pudesse, eu iria ao Rio というになります。今、ずっとやっていっちゃいますけど、後であのスライドでゆっくりまた見ていきますね。I wanted my daughter to learn m u s i c e u queria que a minha filha aprendesse música. It was necessary for me to travel last week. Soいうことで, é, Foi necessário que eu Viajasse na semana passada. if I were you, I would not do that. Se eu fosse você, eu não iria fazer isso. De Gobamewa, né? ,ですね. He worked hard so that his son could study in that university. É. É. Ele trabalhou muito para que, so that, é, para que, né, é, seu filho could study, pudesse estudar naquela universidade. E o cara. えー、ポルルトガル語にすする方が全然簡単ですよねはい6番「How nice if he should come?」ということで s す。「すりゃおちむ」「How nice?」「Se ele pudesse vir?」ということです。で7番「I doubted that he would come today」ということで Eu que ele duvidava Viesse hoje. Deixa I didn't th think he would come yesterday. Porque tudo é. Eu não Cuba, né? I'm afraid he won't be here at eight o'clock. Porque tudo Eu estou receosa de que ele não esteja aqui às oito. Do fundo, é isso. É isso, né? De juba. I didn't believe he likes tea better than coffee. Believe, na noite, né? É, isso é cacoqueiro, né? Eu não acreditava que ele gostasse mais do café do que do chá.

escrito, matava que você escrevesse esta carta até agora. Tornarimas de Jusambamé. I didn't know whether he spoke English or not. Eu não sabia que ele falasse inglês ou não. We'd prefer that he did this work first. De quanto de. Nós preferíamos que ele フィゼシ este t r a b a リ h o p というふうになります。はい。じゃあ、今度これをですね、あの、戻してですね、こちらの方でまた見ていきましょう。はい。ということで、最初の文ですね、もう一回、あの、確認しましょう。1番。 I would go to Rio if I could. Se pudesse, eu iria ao Rio. Níbamé. I wanted my daughter to learn music. Queria que a minha filha learn, aprender, é ,ですね. eh, de aprendesse música. Samba. It was necessary for me to travel last week.

É um de se Ele trabalhou muito para que seu filho pudesse estudar naquela universidade. He worked hard so that his son could study at that university. Seria ótimo se ele viesse. How nice if he should come. Na nona vez, I doubted that he would come today. Eu duvidava que ele viesse hoje. A décima é, I didn't think he would come yesterday. Eu não pensei que ele viesse ontem. A décima é, I'm afraid he won't be here at eight o'clock. Eu receio, I'm afraid. エをヘセイユケレナウステージアキアソイト。ヘセがね、これ現在系なので、ここは接続法現在を使ってるんですよね。いいですかこれはまだ習ってません。接続法現在は、えー、第14課で習います。ただし、一人称と三人称は命令形でも使われてるので、慣れてるはずです。 ということはね、結局、命令形って何かって言ったら、接続法現在の三人称、もしくは一人称と同じ形なので、まあ、一人称または三人称、それをそのまま、はい、使ってるってことになります。で、10番は、I didn't believe he likes tea better than coffee.Eu não acreditava que ele preferisse mais cha café. De Eu desejava que você aprendesse português. I wanted you to have this by now. Queria que você escrevesse a carta até agora. Escrevesse. Isso, né? De I didn't know whether he spoke English or not. Eu não sabia se ele falasse inglês ou não. Last, stop. we'd prefer that he did this work first. Eu preferia que ele fizesse este trabalho primeiro. no, 構成が一緒なので直訳できちゃいます。よろしいですかだから、あえて私は日本語の文章を載せなかったんですね。こっちの方が簡単じゃないかと思ってね。はい。はい。ということでですね。あの、これで、えー、不規則同士の、えー、接続法未来練習問題。これで、あの、終わりですね。 で、えー、その,あの後半の方はですね、エリス・ヘジナとトム・チョビンのアグア・シマルソ。ここに HTTPS HT というかサイトが載ってますけれどね。まあ、これをクリックすれば出てくると思うんですけれども、私が今クリックしちゃうとね、あのちょっと著作権の,あの侵害になっちゃうので、できないんですね。聞いてみてください。 で、あの詩はですね、176ページに載ってますね。で、ポルトガル語ではですね、詩のことは、ポエジアと言います。ポエジア。詩。ポエジー。そして三文詩のことはですね、ポエーマと言います。いいですね、ポエーマ。で、ポエマの中にいろいろなタイプの詩があって、で、その中の一つ、ソネットというのがすごい有名なんですけど、 ソネットはね、4行の段落が2つと、3行の段落が2つで構成されています。で、これはですね、あの、まあ、ポルトガル語から、あの、こう、発達してきたんじゃなくて、3世紀の中頃ですね。はい。えー、まあ、キリストの20世紀が始まってから300年経った時ですね。あ200年ちょっとか。 3世紀ね、200年ちょっとの頃イタリアのジアッコモ・ダ・レンチーニという、ね、詩人の人がこの4行4行3行3行の、ね、こういう、えー、ソネットを作ったんです。でなんでイタリア語なのにポルトガル語もそういうのをルールを使ってるのかっていうことなんですけどねロマンス語系はね文法的なそういうものは全部共通してるんですよね。 はい。ということで。で、ブラジルにもね、ずいぶんたくさんソネットあるんですけれども、えー、最近では、ね、ですね、最近でもないんですけれども、あの、ボサノーヴァでよくね、歌われているヴェニスジチ・モライスのオソネット・ド・ア・モールト・タオというのがこの4行、4行、3行、3行で有名なんです。ではね、ね、皆さんに質問。アグアス・チ・マルソはソネットですか 4行、4行、3行、3行ですか ?176 ページを見てみてくださいね。4行、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 4行。はい。ということで、えー、これ全部あのめちゃ、めちゃくちゃというか、4行ばっかりが並んでいるので、ソネットではありませんが、ポエーマです。ということですよね。ではですね、 えー、この,あの練習問題の13.9をやります。このアグアシマールソ176ページの詩、ね、をあの読んであの、訳しましょうということです、はいで。訳はですね、皆様にお任せしますけれども、えー、ちょっとここで詩で、ね、のいろいろな説明をしていきたいと思います。 ポルトガル語の詩もですね、あの日本の,あの和歌とかですね、あの、戦友とかあるんですけども、そういう感じで、あの結構韻を踏みます。ではですね、一番最初の段落を見ていきますね。まず聴いてください。歌わないですよ、私ねあの。歌いそうになっちゃうんですけどね。ちょっとね、ラップに近いぐらいで、あの、すごい簡単な歌なんですけどね。エッパーを。 É pedra. É o fim do caminho. É um resto de toco. É um pouco sozinho. É um caco de vidro. É a vida. É o sol. É a noite. É a morte. É um laço. É o anzol. A, A, é mas... Caminho, sozinho. E, で、陰を踏んでますね。同じ種類の陰なので、あ、あ。で、こっちの方は、そう、あんぞう。ということで、おう、おとなってます。で、えー、この陰尿、陰尿とは違うので、べーですね。べー、べ。だから、とにかく、この一つの行の最後の、この、あの、陰を踏んでるところね。 これでタイプ分けにするわけですよね。あ、あ、べ、べ。詩によっては、あ、べ、あ、べだったり、あ、あ、あ、べだったりね。あと全部、あ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 の場合もあります。まあ、いろいろなそういうね、分類があるんですけれどもね、あんまり詳しくはやらないですね、皆さんね。それどころじゃないですよね、皆さんね。必死ですもんね。ということで、ここにですね、 あの、ちょっと単語があります。えー、これっても皆さんをよく覚えてますよね。えー、えー、えー。え、うそ、とえ、す、えりえ、えらえ、ぼせえ、え、いっそえ。何々は何々だっていうとき、このえを使います。何々だ。いいですかだからこれね、あの、 どういう背景でこの詩が作られたかってことなんですけど、アグアスチマルソというのはね、マルソは3月ですよね。3月のアグアス、水ということなんですけど、3月はね、ブラジルで言うとですね、夏の終わりなんですね。夏の終わりになるとすごい大雨がいっぱい降るんです。今日本もすごいことになってますけどね。はい。 で、あの、そういう感じでですね、まだ夏の終わりじゃないんですけど、日本の場合は梅雨の終わりとかね、梅雨の間、えー、もう温暖化でもめちゃくちゃになってるので、その夏、梅雨の始めだの、終わりだのってもう言ってらんないんですけども、とにかく線状降水帯みたいな感じで。でもう、まあ、ブラジルもやっぱり、あの、干ばつすごいことになってますよね。オーストラリアとかも。ですけども、一応ですね、 あのブラジルっていうのは、えー、雨季と寒気がありますそして夏の終わりというのはもうあのすごい雨季に入るわけですよねそうすると、えー、普通普段だったら道のところが川になっちゃうんですねそうするとその川にいろいろなものが流れてくるわけですよ粗大ごみとかねごみとかあとはもう本当に 自転車だったり、壊れたバイクだったり、お人形さんであったりとかで、えー。これは詩なので、流れてくるものの中には抽象的なものもあります。いいですね。ものばかりではないですね。ということで、えー、この,あの教科書のです、ね、最後のところですね、最後のところにミニ辞書が載っているので、そのミニ辞書の中にですね、あの皆さんがわからなかったら、 あのここで弾けばいいわけですよねいいですか。例えばね、パオは何だろうということで、はい、ここに載ってますね。229ページなんですけど、ちょっと辞書になっているところです。パオというのは板切れのことです。はい、だからこのミニ辞書に載ってる単語は、ミニ辞書を見て調べてください。 乗ってないのはちょっとここに載せてます。例えば、うんへそじトーク。これね、うんへそじトーク。これは切り株の端っこ。という意味です。で、えー、うんぽこそじんよ。これね、うんぽこそじんよ。これはちょっと寂しい。ちょっとひとりぽっちっていう意味ですね、えー。そういう抽象的なものもあの川に流れてくるということですね。で、うんかっこじビードロというのは、はい、ガラスの破片ということです。ビードロ 何となく覚えてますかはい。ポルトガル人がですね、日本に来た頃、いろいろあの、えー、日本にですね、紹介したものの中に、ビードロというのがありますね。これはガラスのことなんですよ。ビードロというんですね。カッコというのはね、破片です。カッビードロ。ガラスの破片。そういう意味になります。で、ア・ビダ。これは命という意味ですね。 生活とか暮らしとか命という意味で、アフィダが使われています。あとはね、辞書に載ってるので、皆さん辞書を引いて、で、訳してみてください。動詞は何々だ。この A しかないです。え、え、え。はい、何々だ、何々だ、何々が流れてくる、何々だ、何々だって感じで、えー、訳すればいいです。頭全然使わなくて大丈夫。 Seguindo é, o é peroba do campo, é o nó da madeira, caem candeia, é o matita pereira, é madeira de vento, tombo da ribanceira, é o mistério profundo, eu é queira ou não queira. Ai, cocô funde né? Era, 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 era. E quando pereira, o nome, né? あのペレーラになっていますけれども、発音はペレーラなので、一緒でいいです。あ、あ、あ、あって感じですね。で、辞書に載ってない単語を見てみましょう。カインガー・カンデイヤ。これ、カインガー・カンデイヤというのは樹木の名前です。いいで,すね、で、マチータ・ペレーラ。これも樹木の名前です。マチータ・ペレーラ。 割とね、あの、ポルトガル語っぽくないなあっていう、こういう単語ってありますよね。これは大抵ですね、先住民の言葉になってます。いいですね。だから、ポルトガル本国にいる行くと、ブラジルから来たっていうは言うとね、必ずね、あーい、ポルトゲーストピーとかっていうふうにね、バカにされるんですけど、トゥピーっていうのはね、あのトゥピー語って言って、先住民の言葉なんですけども、えー あっちの,あのポルトガル人はブラジル人をそうやってちょっとバカにするというかね、まあ関西人が関東の東京とかの人をあのちょっとバカにするのと一緒でね、あと東京の人が関西人はどうのこうのとか、ありますよね、ああいうのね。で、一緒なんですよ。ブラジルからポルトガル行くと、ポルトガルでバカにされて、ブラジルにいると今度はポルトガル人がしゃべるポルトガル語おかしいとかつって笑われます。そんな感じなんですけどね。 でとにかくポルトガル、ブラジルのポルトガル語にはトピー語がいっぱい混じってるので、本当に、ポルトガル人がバカにするのも、まあ、無理はないかなっていうぐらいにいっぱい入ってます。でも、まあ、バカにすることないんですけどね。人間って何か知らないけど、すぐにそうやってバカにしようとするんですよね。下に見るっていうかね。優越感に浸りたいのかな。その本能っていうのがあるみたいで。そこから差別が生まれる。 黒人人差差別別、えー、色人種の差別とかねだからあの黒人の,あの差別の,あの運動で大変なことにあのなってましたし今も、ま、なってるんですけど今逆に今度黒人がですね黄色人種、えー、アジア系をいじめたりとか暴力振るったりしてますよね。 だからもう連鎖になってます。差別の連鎖。怖いです。だからこういうくだらないこともね、あの、本当に差別のあの、火種になるので、私たちもやっぱり、あの、馬鹿にしないように、関西も関東も仲良くしましょうって感じで、いいじゃないですか。自分が生まれる場所って自分で決められないじゃないですか。ね。 だから自分が決められないことで差別されるっていうのはとんでもないことだと思います。はい。ということでですね、だいぶあの脱線しちゃったんですけど、はい。マチタ・ペレーラとカンガ・カンデイア。これは樹木の名前です。でもちろんあの、ラテン語のねあの、しっかりとした名前もあるんですけどね。あのそこまで踏み込みませんので。で、えー、ここに、えー、オミステリオ・プロフンド。これですね。 深い謎。ミステリオっていうのはミス,ティミステリーですよね。プロフンド。深い謎。こんなものもね、川に、ね、流,れ流れてくるのかなと思っちゃうんですけどね。まあ詩なのでね、え抽象的なものもいっぱい流れてきます。まあ、心の中の状態とか。絵をケーラを直けーラ絵をケーラを直けーラこの好きか嫌いか、そういうものまで流れてくるか。 Já a seguir que né? É o vento ventando, é o fim da ladeira, é a viga, é o vão, festa da comeira, é a chuva chovendo, é conversa a ribeira. Das águas de março, é o fim da canseira. Ah, e infundemos, né? Eira, 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 eira. Ah, 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 a, 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 おフィンダラデイラ。坂道のフィン、終わり。ということですね。行き止まりみたいな感じですね。それから、ア・ヴィーガ。ヴィーガというのはね、これは建設用語なんですけどね。針のことです。あの家を作,作るときに屋根をね、あのこの針を中心にこうつけていくわけですよね。はい。それから、お、ォン。 っていうのがありますねこれねン、はい、これは窓枠という意味です。いいですかそれでフェスタダクメエイラ。これはね、胸上げ式。まあブラジルは、ね、神道じゃないんですけれども、やっぱり家を作るときていうのはあの、聖人とかね、そういうのをあのお飾りして祈るんですよね。あの無事にこのお家の。 お家が作れますように、そして家族みんな平和に暮らせますよみたいな感じの胸上げ式。そういうのあるんですよ。フェスタダクメイラって言うんですけどね。はい、これ。それから、コンベーサ・ヒベイラ・ダ・サガシマルス。はい。これはですね、はい。エア・シューバ・シューベンド・エ・コンベーサ・ヒベイラ。これはですね、ヒベイラというのは、 リオのあ、リオのじゃない、川のという意味なんですよね。アグアシマルソ。アグアシマルソというのは、もう本当に大水、大雨が降った後の大水が、あの、川岸に、あの、どんどんぶつかる、すごい音がするわけですよね。普段聞こえないような、すごい音。そういうのをですね、コンベルサというふうに、あの、 抽象的な表現をしてますね。だからこれは大水が川岸に当たって、あの、想像しくなっている、そういう、あの、会話、川との会話のようなものだというふうに言ってます。そして、えー、オフィンダ・カンセーラというのは、カンセーラというのに、ね、疲れという意味なんです。 No no... O fim da canseira. Si é né? o pé? É o chão, é a marcha estradeira. Passarinho na mão, pedra de atiradeira. É uma ave no céu, é uma ave no chão. É um regato, é uma fonte, é um pedaço de pão. はい。ここにインを踏んでるのがデ、デイラー、デイラー、アウン、アウン、アア、ベベですよね。はい。で、オッペというのはね、これはあの足のことですよね。オーション。これは地面のこと。マーシャ、エストラデイラ。マーシャというのはね、歩き、または更新するというのないんエストラデイラというのはね、あっち行ったり、こっち行ったり、あの、まっすぐ歩かないみたいな。 フラフラ歩き。パサリーニョなマオ。マオは手ですよね。手には小鳥。そしてペドラジ・アチラデイラ。アチラデイラっていうのはこれパチンコのことですあの。日本のああいうパチンコじゃなくって、パチンコ屋さんのパチンコじゃなくて、昔ね、まだあのゲームとかない時代はですね、皆さんよく、えー、男の子なんかね、特に 小枝にゴムを結びつけてパチンコを作ってそれを小鳥ちゃんに当てて小鳥を打ち取ってたんですよね。そういう遊びがあったんですけどペーデラというのは石あちらでいらはパチンコパチンコの石という意味ですよね。はい。だからよくねこの,あの二股に分かれてるようなこの枝が小枝がこうなってるような、えー、枝を拾ってきて でここの部分にゴムをですね、ちょっと貼って、で、真ん中のところをゴムをちょっと伸ばして、ぐるぐるっとこう、えー、小石をですね、そこにくっつけてですね、で、あの小鳥がと止まっていそうなところに、ぱーンってこうやるわけですよ。こうやって。そしてあの、鳥を取って遊ぶっていうね、そういう遊び方ですね、昔の子供の場合ですね。 今の子供はそんなこと絶対ないですし、はい。あの、愛護、運動とかいろいろあるので、動物愛護とかね、そんなことしたらダメっていうことなんですけど。ということで、オマーヴびのせエオマーヴびの,のしアーヴびというのは鳥ですよね。空には鳥。そして地面にも鳥。エオヘガと、エオマフォンチ、エオんペダソジポン。 ペダスジパンっていうのはね、パンのかけら、人かけという意味になりますね。エオマフォンチ、オヘガート、これもね、全部辞書に載ってるので見てくださいね、皆さん。辞書がない人は、教科書の最後のところに辞書があります。それから、もうちょっと進みますね。え、おふんどどぽそ。え、おふんどかみんよ。のほそですスト。 んと。はい、ということでですね、インをふんでるとこは、イんよ、いんよ、ほんと、あんど。あと、オンと。似てますよね。一つはてで、一つはでですけど。で、うまぽんたっていうのはね、ここにありますね、これ。 これは尖った先っぽのことです。え、うん、ポント。これは点です。え、うん、ピンゴ、ピンっていうのはね、あの、雫のことですよね。ピンガンド、たり落ちる、はい。こういったものも全部ね、川に流れてくるみたいなんですけどね。はい。随分抽象的なね、ものもね、いっぱい流れてきますよね。そして、 É um peixe, é um gesto, é uma prata brilhando. É a luz da manhã, é o tijolo chegando. É a lenha, é o dia, é o fim da picada. É a garrafa de cana, o estilhaço na estrada. eu estou de um fundo de noa, ando, ando, ada, ada. A, A, B, B. Fico a né? É um gesto, gesto após no conto é um desse. これは光っている銀貨のことですよね。銀が光ってるんだけど、まあ、昔の銀貨みたいな感じです。で、お地上路、シェガンド。地上路っていうのはね、レンガのことなんですね。ブラジルのおうっていうのはレンガで作ることが多いんですね。あの鉄筋を入れてね。で、レンガは、えー、トラックが運んでくるんですよね。空き地にね。 で、そういったレンガが、まあ、ちょっと大水に流されてきたのかもしれないですけど、または家が崩れちゃって、そこから流れてきたのかもしれないんですけど、とにかく、絵を地上ロシェ軍と持ってこられた、えー、レンガということになります。で、えー、あれにこれですね。これ、薪のことですよね。で、おじいこれは一日という意味です。 で、オフィンダピカーダというのはね、最後の一撃というんですね。アガハファジカーナ。これはスプリッツの瓶です。いいですかはい。で、オイシリアスのエストラード。スシリアスというのは散らばる破片のことですね。ナエストラーダ道路。エストラーダは道路。はい。で、もうちょっと続きますのでね。 É o projeto da casa, é o corpo na cama, é um carro enguiçado, é a lama, é a lama. É um passo, é uma ponte, é um sapo, é uma rã. É um resto de mato na luz da manhã. Ai, tu é o conto de. Cama, lama. Ama, ama. De. Rã, manhã. Ai, A, a, bebê. Estou ここに出てくるおプロジェットだカーザというのは家の設計図のことです。プロジェット、設計図。おコップなカーマ。カーマはね、あのベッドのことですね。で、コープは体。ベッドの上の体。えー、ちょっとわけわからないんですけど。で、ウ、う、ン、ん、カーホ、エンギサード。エンギサードは故障した車、ウ、う、ン、ん、カーホ。ですか で、アラーマというのはドロンコのことですね。ドロドロのドロのことです。ウ、う、ン、ん、パス一歩。ウマポンチこれですね。橋ウン、うん、サポ引き返える。ウマフンかえる。ウン、うん、ヘストドマトちょっとした草やぶ。なルースタマニャ朝日の中のという意味になります。ですね。はい。 São as águas de março, fechando o verão. É a promessa de vida no teu coração. É uma cobra, é um pau, é João, é José. É um espinho na mão, é um corte no pé. Fechando o verão. Natsu no uari no, tuyun desu ne. Natsu de ma mitai na ii desu ne. A promessa de vida, inochi no yakusoku.

エオンサポウエウマハンというのは引き、ヒキガエルえっとカエルっていう意味ですね。で、ベロオリゾンチというのは、えー、リオデジャネイロ州のすぐ北にある大きなあのミナシアライス州の首都になります。ベロオリゾンテは美しい地平線という意味ですね。beautiful horizon という意味です。 エアフェブレジテルサこれね、あの、田舎の人の、あの、欲の言い回しなんですけど、これはね、マラリア熱のことですね。フェブレジテルサ。フェブレがね、熱ですよね。ですね、皆様。えー、ここまでで終わりたいと思います。よろしいでしょうか。で、皆様、あの、もしね、できましたら、先ほど言いましたように、あの、 えー、このトム・ジョ・ビンとですね、エリス・ヘジーナの、えー、この歌を聴いてみてくださいね。えっと、こちらの方に載ってますのでね、こちらをね、クリックしていただくと、あの、聴くことができますのでね、よろしいですかはい、ということで、 えと実はね、これもう一度取り直したんですね。去年のだったんですけども、去年のはね、ちょっといろいろ不具合が生じましたので、もう一度取り直しました。ということなので、はいよろしくお願いします。Então、gente、por hoje é só、vamos terminar por aqui. Um bom feriado。Acho que boas férias, porque o Natal já está aí. どうしようじゃ終わります。皆様、コロナに気をつけてくださいね。終わります。